はい、こんにちは、団長です。今日は2020年8月17日ですね。いつものように団長ニュースをお送りしていきたいと思います。はい、今日の日経平均株価は反落しました。前の週から比べるとマイナス192円61銭ということですね。で、今の株価は 23,096 円75銭で終えたということになっているそうです。はい、ニュースでは、先行きの懸念から売りが優勢だったということで、先週900円上げての約半年ぶりの高値水準となっており、高値警戒感が出てきたということなんですが、そうですね、ここが31日からずっと上げてきて、ここですね、4日連続続投だということでお送りします。で、今日、少し陰線つきましたね。ということで、ちょっと一服感はあるんですが、まだ引き続きパンパカパンなので、上昇トレンドで見ていってもいいのかなとは思っています。はい。で、今日良かったところとしては、この5日線ですね。5日線に支えられた、サポートされている状況で、まだ持ちこたえてますね。2万3000まで落ちてくるかなとも思ったんですが、2万3000まで来ずに、ここですね。赤でしっかりサポートされたというような状況になってますので、明日以降も、これは再度上昇トレンドに、まあダウが強ければですね、上昇トレンド再度入っていくのではないかなと思います。なので団長も、買いポジションで持っている銘柄はそのままキープしていきたいかなと考えている状況です。はい。ただ、この日経の今日の下げですね、下げで、他の個別銘柄はギリギリの危ないポイント、崖っぷちのポイントに来てしまっているような銘柄も多くありましたので、今日は、崖っぷち銘柄としてご案内していきたいと思います。はい。では、個別銘柄に行きたいんですが、その前にですね、もしお時間があれば、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ワンクリック押していただくだけで、団長のモチベーションが非常に上がりますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いします。はい。では、早速個別銘柄行ってみましょう。はい。では、まず一つ目の銘柄ですね。一つ目の銘柄は、モノタロウです。モノタロウは非常に強かったですね。コロナショック後、ずっとパンパカパンできて、ここからパンパカパンですね。ずっと上がってます。で、ずっと上がっていったんですが、ここの7月の、8月の7日の時点で、ついに青の60日平均線を割ってしまったというところで、その後なんとか盛り返したんですが、今日また、これですね。青の60日線を割り込んできてしまったというところです。上から緑に押さえつけられ、下の赤がなんとかサポートしているというような局面になってますので、非常に方向感の出ない相場状況の展開になっていると思うんですが、なんとなくやはりこれも夏疲れですね。夏枯れしてきそうな雰囲気かと思います。ただここですね、まだとはいえ復活する可能性もありますので、完全にグッとこの青の下に割り込んできたら売りでエントリーしていっていいかなとは思います。今これまだ逆下半身の状況じゃないので明日の売りはないかなとは思いますが、引き続き注視が必要かと思います。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄はワークマンですね。ワークマンも順調に上げてきたんですが、ちょっとこの辺りからですね、横張りかけてこの辺、この天井からですね、下落トレンドに入ってきて、ついにこの8月12日の水曜日で大きな陰線をつけたと。で、その次が下髭があって、なんとか復活しようとしたんですが、昨日の時点で再度陰線つけてしまっていると。失礼しました。今日の時点で再度陰線をつけてしまっているというような局面になっています。これも先ほどの銘柄と同じく60日線を割り込んできてしまってますね。で、これについては再、さらに赤の5日線が逆下半身になってますので、もうちょっとこれは疲れ相場ですね。売りで見ていってもいいのかなというような状況になっているかと思います。はい、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見るとここがトライ届かずですねの状況になって、なんとなく頭を下げ始めてきてるかなというような局面になっているかと思います。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄はアズビルですね。アズビルも先ほどのワークマンと同じようにこの辺りからずっと強い局面でした。強い相場だったんですが、今回ちょっとここでですね、ついに緑と赤の下に入ってきてしまったというような局面になっています。
なのでここも同じような形で8月の11日に底値をつけて一旦3400円止まったんですが、上昇しきれず、下げ始めたというような局面になってますね。ちょっとこれは買いで持ってる方は完全に利確するポイントだと思いますね。で、今からエントリーしようとされる方はここは一旦打診売りしてもいいのかなと。で、まだここの、青の60日線とだいぶ間隔ありますので、どこかで再度陽線がついて復活していくというようなストーリーが最有力候補かなと思います。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は中外製薬ですね。中外製薬はついに紫割れを再度起こしてしまったというような局面ですね。ここで1回割って2回目割ってついに3回目というところで、上に緑押さえつけてますね。で、赤か逆下半身というような状況になってますので、もうこれはですね、だいぶ売り目線で見ていっていいのかなと思いますね。週足で見てみますと、ここですね、クロスしてしまいました。完全にクロスしてますので、赤と緑がクロスして、弱い相場になってきてるかと思います。非常に警戒が必要な銘柄だと思いました。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は、レオパレス21ですね。レオパレス21は、ずっと逆パンパカパンで来てます。で、ここは一旦8月の3日の底値から復活したんですが、3日連続陰線をつけて、今日ついに緑赤の下での下半身、緑赤での下での逆下半身が発生してますので、ここも、逆下半身、逆パンパカパンの中の逆下半身ということで、売り目線で見ていっていいような銘柄になってます。はい、次の銘柄です。次の銘柄はヤマトホールディングスですね。ヤマトホールディングスもこれですね、ついに2回目、今日緑がギリギリですね、割ってしまったというような局面になってます。完全に上げは1回終わったかなというような局面ですね。上げは1回終わったかなという局面なので、明日日経平均が強ければここから一気にまだ復活、押し目で復活する兆しもありますが、明日これは陰線をつけてしまえば引けでエントリーしてもいいような場面かなとも思います。週足で見てみますとこんな感じですね。ずっと上げてきたんですが、ようやく疲れ始めてきたというような局面になっているかと思います。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いてはダイセルですね。ダイセルは昨日の断腸ニュースでも紹介させていただいたんですが、昨日の時点でこういう形でしたね。すごい、この紫、青、紫、緑、赤での逆下半身がついて、今日完全にですね、団長もこれ注目してました。そういうところで一気に陰線がついたということ。それと、かなり出来高ができてますね。これはちょっと危ないですね。陰線で、ヒゲもない陰線でついてますので、明日もこのまま下げていってしまうような場面かもしれません。700円の節目と過去の安値が待ってますので、この辺りまでは明日来てもおかしくないかなと思います。週足で見てみますと先週までがこういう状況ですね。上から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 なんですが、今は逆パンパカパンというような局面になってます。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、次の銘柄です。次の銘柄はスカパーですね。スカパーも断腸ニュースで以前ご紹介させていただいたんですが、これは紫ブロック、団長の検証動画第4弾でご紹介した紫ブロックされた後の下落ですね。これもかなり高確率で、売りが入って利益が出せるような、株価になっているかと思います。非常にこの後ですね、怖いですね。まだここに空間がありますので、前の安値360円、見えているところで360円ですね。そうですね、この辺りまでもう少し空間がありますので、もう一回底をつけてきてしまうような感じになっているかと思います。そうですね、週足で見ると見やすいですね。ここまで、このところに今エアポケットがありますので、ここを一気に埋めてくるというような形になると、1回2回のダブル底でそこから上昇していくというような場面になっているかと思います。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は昭和電工ですね。昭和電工はこの時点が安値で8月7日でした。で、ここから上昇していったんですが、やはりこれも紫に当たって、次の日は陽線なんですがちょっと弱いと。
で、再度、この金曜日ですね。金曜日がポイントで、これもう一回上がったんですが、これ紫にここでヒゲでブロックされてるんですね。紫にヒゲでブロックされて、今日、赤と緑の下に潜ってきてしまったというような局面になってますので、これも引き続き弱いかなと思いますね。はい。じゃあトレンドラインちょっと引いてみましょう。はい、トレンドライン引きました。ここですね。前の高値、ここが6月9日の高値ですね。で、その次がここ。で、その次がここですね。で、今回これを抜けたんですが、また戻ってきてしまっていると。またこの下落トレンドの中に入ってきてしまいましたので、再度、売り目線で見ていってもいいかなと思いました。はい、以上の銘柄が、今日団長が考えた崖っぷち銘柄ですね。引き続き日経は強い上昇を見て、はい、以上の銘柄が今日団長が注目したい、崖っぷち銘柄ですね。引き続き日経平均は今日陰線でしたが、まだ上昇トレンドの中にいますので、再度明日は押し目をつけて上昇していくだろうと考えてはいますが、各個別銘柄で見てみますと、先ほどご紹介させていただいた通り、売り目線で見ていかなければいけないような銘柄もだんだんと増えてきていると思います。明日ですね、売りでエントリーするか、または買いで引き続きエントリーするか、非常に悩ましいところですが、団長は買いで持ってる、パンパカパン状態の銘柄ですね、こちらについては引き続きキープで、先ほどご紹介したような、崖っぷち銘柄で売りでエントリーしていきたいなと考えています。はい、今日は2020年8月17日でした。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。まだチャンネル登録されてない方が約半分ぐらいいそうなので、もし、お時間があればワンクリックよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。